北極グマは、哺乳鉱食肉目クマかクマ属に分類される、食肉類。北アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸北部、北極圏。北極グマは、北極の生活のために体を進化させた。保温性の高い毛皮、分厚い脂肪、短い足は、寒冷な気候への適応である。メディアを再生するをよぐ北極グマメディアを再生する。 ジャレアウ二頭の北極グマ体長オス、200から250センチメートルメス、180から200センチメートル体重オス、340から658キログラムメス、150から250キログラム。オスの平均体重は385から410キログラム。ボーフォート海出身のオスは、平均450キログラムになる。メスは、 妊娠時 500kg に達する場合もある。地球温暖化の影響で小型化が進んでおり、1984年から2009年までの25年間で、オスの平均体重が 45kg、メスの平均体重が 31kg 減少した。北極グマはクマ化最大の種の一つだが、ヒグマの中でもコディアックヒグマは北極グマと同等のサイズを持つ。 他種のクマと比較すると頭部は小さいが長い頸部を持つ。体は大きくても耳が小さいため体勢は寒冷地に適応している。噴炭と足ラの肉球を除いた全身が体毛で覆われている。カキは日光などにより猛威が気がかる個体もいる。前述の長い首や流線型で小さな頭は遊泳への適応結果とされ。 何時間も、氷海を泳ぐことができる。また流氷に乗って、長距離移動することもある。クマの中では、視力は、良い方である。全身が白い体毛に覆われているように見えるため、白マとも呼ばれる。多くの哺乳類の体毛がたとえ白色であっても、光を透過しないのに対し、北極マの体毛は光を透過し、内部が空洞になった特殊な構造のために、 産卵光によって白く輝いて見える。北極グマの透明の体毛は陽光の通過を妨げず奥にある皮膚にまで届き熱をもたらす。もたらされた熱は分厚い脂肪層と体毛に保護され容易に失われることはない。それに加え体毛内の空洞も蓄熱の役割を果たすという巧みな保温機構を成立させている。体温がほとんど外に逃げないため、 体から副写される赤外線の量が非常に少ない。この特性から赤外線カメラによる空中撮影の際は雪の反射光に遮られるため、ほぼその姿を捉えられないことが知られている。なお、動物園などに飼育されている個体の場合、体毛の空洞に汚れが入り込むことで黄色っぽく変色したり、時には空洞内に もが発生し緑みがかかった色になってしまうことがある。この状態を俗に緑熊とも言う。出産直後の幼獣は体重 0.6kg。北極熊は分岐分類学的にヒグマに極めて近い位置にある。北極熊とヒグマは表記だった約15万2000年前に共通の祖先から枝分かれした。 そのため互いに交配し、生殖能力のある子孫を残せることが判明しており、野生下でも稀にこのような個体の存在が確認されている。このためヒグマとホッキョクグマの生殖的隔離は不完全となっている。昨今では温暖化の影響もあり、北上してきたヒグマと陸地に上がってきたホッキョクグマの生息域が重なり、ハイブリッドと呼ばれるヒグマとホッキョクグマの交雑種が 確認されている。ハイブリッドは、体毛は、北極熊のように白いが、盛り上がった肩と土を掘るための湾曲した、長い爪などヒグマの特徴を強く受け継いでいる。2004年、アイスランドの地質学者が、ノルウェースバールバル諸島の地層から北極熊のアゴボネと犬種を発見。ペンシルベニア州立大学などの欧米の研究チームは、 化石に残された遺伝子と、米アラスカ州に生息する北極熊2頭とヒグマ4頭の遺伝子を比較解析した。その結果、表記だった約15万2000年前に、ヒグマと北極熊の共通の祖先から枝分かれし、最後の間表記が始まる。直前の約13万4000年前には、現在の北極熊に近い形で存在していたことが判明している。 現在、北極熊とヒグマの祖先のその後の環境について、次のように推測されている。魔氷期の始まる前の時期は寒く、15万年前は、現在よりも9から10度気温が低く、魔氷期が始まると温度が上昇し、魔氷期の中で最も暖かかった約12万年前には、極地の気温は、現在より3から5度高かった。その後温度は、上下を繰り返しながら、 全体的に下がっていった。約1万年前に終わった表記では8から10度低かったと推定されている。その後、温度は上昇し、現在に至る。結果として、約15万年前から北極熊の祖先は、温度の急激な変化を何度も乗り越えてきたことが判明している。このため、北極熊が地球温暖化に対して、どこまで適応できるのか。 関心が高まっている。しかし研究では、北極圏における海氷の減少に伴い、比較的南方に住む群から生息数の減少が観測されており、このまま地球温暖化が進行すると、北極圏全体の個体が危機にさらされるだろうと警告されている。また南下したとしても、ヒグマなどとの競争に弱いと見られ、絶滅の危険性が指摘されている。 村にまで集団難化した例がある。2020年7月20日、イギリスの科学誌、ネイチャー・クライメート・チェンジに気候変動により、北極グマが2100年までにほぼ絶滅するとする論文が発表された。論文によると、北極圏の温暖化による海氷の減少により、北極グマが餌のアザラシを狩れる時間が減り、すでに悪循環に陥っている地域もある。 体重が減ることによって、餌がない期間を生き残れる、可能性が低くなるという。北極グマが絶滅の危機にあることは長く理解されて、きたが、絶滅までの期間を特定した研究は、当研究が、初となる。スバールバル諸島、スピッツベルゲン島の北極グマクジラの死骸に近寄る、北極グマメディアを再生する北極グマの子供流氷水域。 海岸などに生息する。冬季には流氷の南下に伴い南へ、夏季には北へ移動する。1日あたり 70km を移動することもあり、年あたり 1120km の距離を移動した例もある。地域によっては、夏季に風通しの良い場所に直射日光や外敵から逃れるための巣穴を作る。周期には嵐や雪を避けるために、 同様の巣穴を利用することもある。流氷の間を数時間にわたって泳ぐ。時速6 5トルの速度で、約6 5トルの距離を泳ぐことができる。クマカ中で動物食傾向が強く、主にワモンアザラシや、アゴヒゲアザラシを食べ、ズキンアザラシや、タテゴトアザラシも食べる。ワモンアザラシは、生態でも6 0ラムほどで北極馬より、 はるかに小さいが、主に狙うのは幼体である。アザラシだけでなく、より大型の生打ちに襲いかかる映像も確認されている。ただし生打ちは、北極グマの倍以上の体育と、巨大な牙があり、生体には帰り打ちに合うこともあり、70回襲って3回生打ちの幼体の死骸にありつける程度である。ガキには、鳥類や魚類、植物質、海藻も食べる。 アザラシを捕食する際は、優れた嗅覚で匂いを察知し、氷を掘って、巣穴にいる個体を襲う、表情にある呼吸用の穴や、流氷の縁で待ち伏せる、表情にいる個体に忍び寄るなどの方法を取る。学習能力は高い。繁殖形態は耐性。3から6月に交尾を行う。受精卵の着床が遅延する期間も含めて、 妊娠期間は195から265日。11翌1月に1から4頭の幼獣を産む。幼獣は、生後28ヶ月は、母親と一緒に行動する。生後5から6年で、生成熟する。生後21年で繁殖を行ったメスもいる。寿命は25から30年。 4 0 0ラムのオスの個体の体重を維持するには1日に1 2 0 0 0カロリーを必要とし、これには1週間でアザラシ1頭の捕食を必要とする。交尾相手のメスをめぐり、オス同士が争うこともある。ただし、この争いは相手の殺害が目的ではなく、威嚇を重視したものである。なお、この二頭に一頭は、生後1年以内に死亡することが多く、 この中には、北極グマのオスの成獣に捕食される個体も多い。このため小マを連れたメスはオスを大変に恐れ、警戒する。生息地帯において、銃を持った人間以外脅威となるものはほとんど存在しないが、ごく稀に水中活動中にシャチに襲われる例が確認されている。また、西デンザメの胃から北極グマの骨が発見されたこともある。 海氷が激減してからは、必然的に泳がなければいけない距離が長くなり、以前より、シャチやサメに襲われる危険性が高まっている。北極グマに限らず、大型の海生動物の減少には、シャチやサメによる捕食が拍車をかけているという指摘もある。大阪の天王寺動物園で飼育されている、北極グマのゴーゴは、動物園がゴーゴ用の遊び道具として置いてある棒や、 プラスチック製の筒を使って、ぶら下げてある餌の肉を落として食べる。午後は2009年9月頃から、このような行動をするようになった。カナダ環境省野生動物研究所のイアン・スターリングは、長年白マの観察を続けているが野生でも、道具を使っているような例は見たことがない。非常に興味深い事例と語り、また、北海道大学の坪田敏夫は、マは、 知能が高いとされているが、道具を使って餌を取るというのは初めて聞いたと語る。気候変動による北極海の海氷の減少、海洋汚染や油田開発に伴う化学物質や原油の生物濃縮、温暖化に伴う他の生物からの感染症の伝播などによる影響が懸念されている。北極グマへの注意を促す看板北極グマ蓄地が、 生打ちの牙に描いた1940年代の絵。北極熊が生打ちを捉える場面。飼育下での自然繁殖が難しいとされる北極熊の自然繁殖に2000年以降、日本国内で成功しているのは、札幌支援山動物園と秋田県立小賀水族館と大阪市天王寺動物園のみ。1993年に、 恩師上野動物園において死亡した個体、雪男は34年9ヶ月であった。愛媛県立戸部動物園では1999年12月に生まれたメスのピースが人工保育を受けた。母親に育児放棄され人工保育された例としてドイツのクヌートがある。飼育下では主に馬肉や魚類などを与えるほか 栄養バランスを考慮し、果物や野菜などの植物性の餌も使用される。恩師上野動物園では、時折酒も与えられる。旭山動物園の場合、1日に与える馬肉は9キログラム、大名子が2 5キログラムである。北極熊生息国により、1973年に北極熊の保護に関する国際協定が締結されており、 定期的に会議が開かれている。保護した子を野生に戻す試みに、他の野生の子連れ母グマを里親にするというものがある。通常、母グマは子を嗅ぎ分け、よその子を相手にしないが、保護した子にビックスベイポラブを抜き、大衆をカモフラージュして近づけるという方法が、カナダで行われる。アラスカの先住民族イヌピアトが捕鯨を行うときは、 北極グマの餌が不足する時期でもあるため、解体したクジラの一部を浜辺に残し北極グマの食料とする。北極グマの皮、北極グマの肉は人間の食用となる。イヌイットたちは北極グマを伝統的に食用としてきたほか、ヨーロッパの探検隊は持ってきた食料がなくなった時などに北極グマを捕食していた。また、 北極の気候にも耐える北極熊の毛皮は非常に有用な防寒具であり古来より人気があった。北極熊が保護されることにより毛皮の価格は高騰している。北極熊は肝臓に高濃度のビタミン A を含有しており、これを人間が口にすると死亡することもある。そのため北極圏に住むイヌイットたちの間では、 北極グマの肝臓は食べてはならないと伝えられている。また、彼らは、ソリ用の犬にも食べさせない。北極グマの肉には、洗毛虫などの寄生虫がたかっている場合が多く、米軍のサバイバルマニュアル等において、危険な食物として扱われている。サロモン・アウグスト・アンドレイは、北極グマの肉を生で食べたことにより、洗毛中症に感染して死亡したとする説もある。 地球温暖化の影響もあり、生息地が脅かされ、備蓄食料や生ゴミを求め、人間の居住区域まで侵入することが増加し、懸念されている。ちなみに、南極でも北極と同じように生息できることが、ワシントン条約締結前の実験によって判明している。国によっては野生の北極グマに餌を与えるのは禁止されていることがある。 2019年2月9日、ロシア、ノバヤゼムリャ諸島ベルーシャグバでは、北極グマが、市街地に頻繁に出没するようになったため非常、事態宣言が発出されている。和名は、北極グマであるが、俗に白熊と呼ばれることも多い。日本初の北極グマは、1902年の恩師、上野動物園。この時、上野動物園では、 新潟県で捕獲されたアルビノの白い月のワグマを飼育しており、それを白熊と呼んでいた。そのため、北極の白い熊の方には、北極熊という和名をつけたことが名の由来である。なお、日本にかつて2頭流れ着いた記録があるが、クナシリ島に白いヒグマの個体群が生息することが判明しており、その記録に関しては、上野で飼育されたようなアルビノの個体、 あるいは、クナシリ島の白いヒグマであった可能性も指摘されている。2008年には、2003年生まれで、新城つよしにあやかって、強しと名付けられた、オスと思われていた北極グマが、実際はメスであったことが、DNA 型鑑定により判明して、話題を呼んだ。心理学に、白熊効果という言葉がある。白熊のことを考えるなと言われると、 逆に白熊のことが思い出されるということ。ありがとうございます。